静岡市出身の切り絵アーティスト福井梨沙さんによるワークショップが静岡市で開かれました。このイベントは静岡市で開かれている福井梨沙さんの切り絵展に合わせて行われました。福井さんは静岡市出身の切り絵アーティストで、今日は小学生から大人までおよそ30人が参加しました。今日は父の日ということもあり、ツバメとギフトをテーマに、参加した人はカッターの持ち方や髪の切り方を教わりながら作品作りに没頭していました。髪を切り抜いてでしかできない線っていうのがあるので、それのこう単純なことなんですけど、そこからこう発展して果てしないことができるっていう魅力ですね。福井梨沙さんの切り絵展絢爛能は静岡市の駿府博物館で来月7日まで開かれています。